どうも、Dチャンネルです。ちょっと声の具合がね、いつもと違いますけども、ちょっと喉やっちゃいましてですね。もうそんな感じで、もうがっつりね、もう季節の変わり目ですよ。もうどん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 寒くなってきてますけども、ここからさらにね、冷え込んでくるらしいんで、注意が必要です。そんな中ですね、旬を迎えて美味しくなる食材といえば、こちら、大根でございます。自分はですね、この大根を使った料理の中で、一番好きなのが、ブリ大根なんですよ。あのブリのね、旨味を吸った大根というのがもう非常に好きなんですよ。というわけで今日スーパー寄ったらこの大根がね、安かったんで、よし、じゃあブリ大根でも作ろうかと思って鮮魚コーナー行ったらですね、ブリよりもですね、それよりもさらに半額で安い、このマダイのアラ、これは売ってたんですよ。じゃあタイ大根でいいんじゃねっていうことで。まず最初に用意しますは、こちら、お米。これにですね、水を入れて、普通に研ぎまして、その研ぎ汁を鍋に入れます。そんで沸騰させたところで、この一口大に切った大根を入れて、下茹でします。なんで米の研ぎ汁でやるかは、正直自分もあんま分かってないですけど、なんかいろんなレシピを見る限りだと、やっぱ研ぎ汁の方がいいっぽいです。それでタイの方はですね、このようにザメの上に開けておきます。そんで今この時点で気づいたんですけど、これカブト割りしてあると思ったら1尾丸々なんですよね。こっちも1尾丸々で、タイ2匹分で200円は逆に食っても大丈夫かどうか不安になってきました。がっつり煮ます。そんでこのザルの上に鍋いっぱいの熱湯を注ぎます。そんで注ぎ終わったらザルから取り出して、すぐさま常温の水をかけて霜降りっていう作業をします。なんか煮魚作るときはなんかこの霜降りっていうのをやっといた方がいいみたいです。そんで水をかけ終わったら表面とか中に入っているゴミとかを取り除きます。そんで大根の方もですね、適当に煮えたところでザルに開けて、そんで水で洗いながら表面のぬめりを落とします。こうやってため洗いでやると非常に楽ですね、作業が。そんでこの大根をタイの入った鍋の中にドワーッとぶちまきます。これで材料の下準備はできました。それで思ったんですけど、今回はブリ大根じゃなくてタイ大根ということで、本来ブリ大根はブリの脂とあの醤油のすっきりした味わいを吸って、そのバランスで美味しいと、そういう感じなんですけども、タイはブリほど脂がないんで、ちょっと従来のブリ大根の味付けにすると物足りないんじゃないかと、ということでですね、タレの方をこってりさせたらいいんじゃないかということで、今回は味噌仕立てでやってみたいと思います。まあ味噌仕立てつっても、あの味噌加えるのは風味が薄れないようになるべく最後の方に入れたいと思います。まずは最初2個目で下味をつけます。材料がかぶるぐらいの水を注いで、ここに砂糖をもうドバドバ入れちゃいます。もうタレをこってりさせようと思うんで。ほんで白だしがあったんで、これも加えちゃいます。そんでほんの色付け程度の醤油、酒ももうある分だけもうグワーッと入れちゃって、これで火にかけて沸騰するまでしばし待ちます。はい、しばらく煮てだいぶ水かさ減りました。まあそれではまだ結構水かさあるんですけどね、ちょっと水入れすぎましたかね。まあいいっすわ。というわけでこの味噌を入れます。まあこのお鍋の量なんで、まあ味噌こんぐらいですかね。ではこの味噌を溶いていきます。なんかすんごい豪華な味噌汁を作ってるような感じになっちゃいましたけども、ここにキッチンペーパーで落とし蓋をして、これでこのまま10分ほど火を通していきます。あれあれから一夜経ちまして、ついでに私の喉もより悪くなりました。体調は悪くないんですけどね。それであれからですね、しばらく沸騰させた後に火を止めてしばらく冷ましてですね、こんな感じで出汁の味を全体に含ませました。これを再び温め直してる間にですね、ちょっとやっぱだいぶ汁気を帯びちゃったんで、この煮汁をもう別の鍋に移して、もうこっちの鍋でガッて煮詰めてテリッテリにしたいと思います。ちょっとよりテリを増すために味噌ももうちょい加えましょう。加え放射。はい、こんな感じでテリッテリになりました。そんでさらによそった上にこの煮詰めたタレをこう回しかければ、あ、ちょっとドロッとしすぎた。できました。こちらがブリ大根ならぬタイ大根です。まあ、ブリ大根の要素とサバの味噌煮の要素をタイでやるっていう非常にややこしい感じですね、これ。それじゃあまずはタイの身のところいきますか。
この味噌だれをつけて、いただきます。うまい。やっぱりタイの味が淡白ですから、味噌の濃厚なタレっていうのが合いますね。それでは次に大根、なんか風呂吹き大根みたいになりました今日。うん、最初味噌だれの甘ったるい感じで、ほんとあの田楽みたいな感じなんですけど、中から染み込んだ出汁の風味がですね、これはブリ大根じゃないですね、おでんの大根みたいな二面性を楽しめる、なんか楽しい感じになってます。これは本当にもうブリ大根とサバ味噌の中華みたいな感じになってますね。っていうか味噌風味の煮魚、他の魚でもいろいろ試してみていいと思います。カレーとかぜひとも皆さん試してみてください。私は